はい、こんにちは、ジョンマジックです。今日はですね、東京ディズニーシーのケープコットクックオフにやってきました。まあ、現在ですね、ケープコットではダッフィー&フレンズのサニーファンっていうイベントやってます。少し前にここでしか買えないスペシャルドリンクをですね、ご紹介したんですが、今日はスーベニアのデザートをですね、頼んでみたいと思います。これがスーベニアです。これですね、ゼリーとこれを買うことができます。まあ、今日はですね、このスーベニアは買わずに単品で買いたいと思います。あとついでにね、こちらスペシャルドリンクも飲みたいと思います。はい、こちらでございます。ホワイトチョコムース&アップルゼリーですね。めっちゃ美味しそう。一応オルメルをですね、イメージしたデザートとなっております。ちなみに別動画で投稿してるんですけれども、このね、スペシャルドリンクもこれめちゃくちゃうまいのでね、ぜひ飲んでみてください。でも緑色なのでね、どことなくオルメルっぽいですよね。そして上のマシュマロが3種類乗っててめっちゃ可愛い。中央にある白と緑色のこのチョコレートも可愛らしいですね。どことなくオルメルっぽい感じで、こちらですね、ゼリー単品だと420円で買えます。なのでコップいらないなっていう方はですね、単品でも頼めますので、ぜひね、参考にしてください。ここがホワイトチョコムースで、下が青リンゴゼリーですね。で、このベリーのソースと一緒に食べると甘酸っぱくなって美味しいらしいです。はい、ではムースいただきます。ちょうどいい甘さ、めっちゃ優しい味。でもね、このベリーソースとね、食べるとね、超マッチして美味しい。じゃあ下の青リンゴゼリーいただきます。こっちはすごいフルーリー。あ、結構ね、酸っぱいね。だけどね、チョコレートと合うね、意外と。なんかホワイトチョコとあんま合わなそうだなと思ったんですけど、意外と合う。そして上のベリーもね、めっちゃいいね、合ってるね。なんかね、甘いっちゃ甘いんですけど、上のベリーとか下のね、青リンゴゼリーと一緒に食べるとすっごいね、食べやすい。で、あとね、もう今後すごい暑い時期になると思うので、スペシャルドリンクもね、ぜひ一緒に飲むとね、いいんじゃないかなと思いますね。すごいさっぱりしてね、なんかめちゃくちゃいい、夏にぴったしって感じ。はい、ということで今日はですね、本当だったらね、このスーベニアコップ付きなんですけれども、単品のですね、青リンゴゼリー買ってみました。めちゃくちゃ美味しかったですね。ぜひ皆さんも食べてみてください。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。